どうもお久しぶりです、 C です。今回はこちらのゴールドラッシュパック、オーバーラッシュパック、デッキ改造パック、運命のギャラクシーの開封をやっていこうかと思います。いやー、なんで声後入れなんだろうなっていう、なんか動きとね、声がね、なんでこんなにずれてるのかっていうとですね、これ本当は年末に、あ、今年の最後に手元に残っている在庫処分じゃないですけど、余ってたパック全部開けちゃおうかなっていう企画で撮った写真じゃないな動画だったんですけど、はい、いやー、動画を編集するね時間がなかったので、急遽声を後入れさせていただいております。あ、セラッピ可愛いですね。はい、自分もなんか1ヶ月以上に撮った動画を見ながら、あ、こんな感じの中だったなっていうので撮らせていただいております。はい、ツイッターの方には上げさせていただいたんですけど、あまりに出がね渋かったんですよ今回。そう、とても渋かったんです。なので、こちら結構微妙な出だったんですよね。全部ハズレボックスだったんじゃないかなと、それでもちらりと見ていただければなとは思います。運命のギャラクシーはワンボックス500円で、ブックオフだったかなで買ってきたやつだったんですけど、いやー、このボックス結構余ってますよね。なんででしょうね。メーグちゃんまだ持ってない、いや当たったかな、当たった記憶ないですね。ラッシュレアも欲しいんですけど、リボルバードラゴンのシークレットがあと入ってたっけ。まだ持ってないのがたくさんあるんで、開けること自体はね好きなんですけどね。このね、木刀とかのカードもあ、来た、パクチュ可愛いっすね。東方は英雄と融合するね、なんか専用みたいな感じですよね。お、ルーラ来ましたね。あとギャラクティカオブリビオンのラッシュレアがこの間になったかな。一回動画で上げさせていただいております、こちらのパックは。今年も始まりました。あ、そう、今更ながら明けましておめでとうございます。今日の投稿日は一体いつなんだという話なんですよね。もう1月に入ってから10日以上経っているんですけど、全然やっと、結局1月じゃないわ、12月の20日ぐらいから今日ぐらいまでもまだ仕事あるんですけど、結構ぶっ続けだったもので、動画を撮る暇もなかった感じですからね。はい、ゴミをお片付けしまして、さあ次はどうだろうね。ここカットするしてもよかったね。あ、全部終わったわけだこんな感じですね。はい、1ボックス目終わりです。はい、2ボックス目、親の顔より見たゴールドラッシュパックの開封となっております。こちらのゴールドラッシュパックからはですね、1枚制限カードが出るんで、はい、そちらの話もしたいなかなと思っております。アトラシュートハイドロンですね、よく噛みます。ワイバーンの戦士でフュージョンでマジカルすごくラジオみたいな、生配信みたいな感じでずっと喋り続けてますけど、あ、飛ばしましたね。さあ、ならずゴブリンで黒煙弾いいですよね、相手に2400弾。おー、あ、ビルドドラゴン出してたんだこの時。ゴールドラッシュではビルドドラゴンかっこいいですよね。私大好きでして、この機械竜っていうのはいいですよね。まあ使ってる、ね、キャラクターの方がね好きですけどね。あ、いいですね、手札がね結構余るわけじゃないですけど、使い切りたい。ラッシュでデュエルでは魔法石の採掘ってすごく便利だと私は思います。ダークリベレーション、セイバリそういえばまだデュエルディスクかけて、おお、そうそう、これシークレットオーダーですね。制限カードになっちゃいましたね。もうカードのイラスト的にはもう禁止級なんですけど下から見るローアングルって最高ですよね。はい、とてもでかい。さあささやきの寄せとも好きなんですけどね。ラッシュデュエルのキャラクターって可愛いですよね。かっこいいモンスターもかっこいいし、かわいいというか、なんか美しいキャラクターは美しいしみたいな感じで、イラストねとってもね好きなんですけどね。もっと個人的にはとても流行ってほしいカードゲームなんですけどね。
私自身集めていますから、はい、ラッシュデュエル集める人が増えてくれればなと思ってます。これね、あの動画をある程度これで終わりですよって撮った後に、あの実はワンパック余ってたっていうので最後に今開けてました。さあ最後です、オーバーラッシュパックです。ボックスが全然見つからなかったんで、このパックは、15パックだけ買いました。はい、それでずっと残ってたんですけど、開け時を失ってたんですよね。そう、あ、今のボイドベルグで思い出しましたけど、まだ随条のあの表紙のボックスは開封動画を上げてないので、はい、近々上げられたらなと思います。キューティーね、かわいいですよね。あ、マジックミラー号、マジックミラー号じゃないマジックミラー号ではないですね。はい、あ、 HDD 100なんだっけ、読めないな。このこれイラスト好きなんですけど、これのねオーバーラッシュレアが出たらね、私とても喜ぶんですけど、まあまあオーバーラッシュレアは出るんですよ。バラパック買ってもちゃんと出たんですよ。そう、そろそろ出るんで見逃さないでください。第2の1、あー来ちゃったーっていう感じだったんですよね。いや持ってないんですよ。持ってないからいいんですけど、あのね、あの個人的にはちょっとすごいがっかりしてるのを覚えてます。持ってないから、いや持ってないからファイル的には嬉しいんだけど、お前じゃない、君じゃないんだっていうのがすごく出ました。いやでも嬉しいです。はい、あのバラパックで買ったんで、あのこの後もオーバーラッシュレア出ることを願って開けていこうかなと思っておりますが、さあ開かない、さあ開けていきましたね。そういえば皆さん、最強バトルロイヤル行くぞゴーラッシュプレイしているでしょうか。私も任天堂スイッチで、あ、ライトなんですけど、あのプレイ中で、できればねスイッチ持ってたらね、ちゃんとしたやつ配信だったりとか動画撮ったりとかしたかったんですけどね、残念ながら持ってないので、あの細々とプレイをしております。サイキックデッキを使って戦ってるんですけど、まあ全然勝てずに、はい、勝利できずにやっておりますので、なんか何かおすすめのデッキがありましたら教えてくれるととても嬉しいです。サイバーエンドドラゴンかっこいい。1枚もサイバードラゴン当たってないんですよね。オーバーラッシュパック買ってるんですけど全然出ないんですよ。全く出ない。パワーボンドも全く見ないですね。いやー欲しいんですよ。おー、シークレット来ました。こちらですね。このあ、何でしたっけ、マキシマムモンスターはすごく強いらしいんですけどね、対戦で使ったことないし、対戦動画も見る暇なかったんで全く見てないんで、どれだけ強いんでしょうね。私気になりますね。さあそろそろ大詰めでしょうね。エクスキューティーも可愛いからな、デッキ作りたいですね。さあ、おもう揃うんじゃないか。あと1枚でマキシマムモンスターが揃いますですね。マスです。アーニャみたいなこと言ってたんですね。はい、それで揃いまして、はい、ありがとうございました。こちらが開封の最後のところですね。いつもだったら今日はこんなでしたね、あんなでしたねって喋ってるんですけど、開封した時の気分じゃないので、もうだいぶ経ってます。それではまた、バイバイ。